はい、おはようございます。お仕事としては4連休完全に普通に休んだんですけれども、 Vlog としては、2日間撮ってなかったのかな。なんで2日ぶりの Vlog ということで、今日も曇り、昨日はめちゃめちゃ雨降ってました。なんか土砂災害情報も出てたんで、この三重県のあたり、南部のあたりは。なので割とね、結構降って水が多い感じですね。まあそれだけで別になんか被害があったとか、どこかおかしくなったというか、まあそんなこともなくですね、まあなんとか普通に仕事していきます。あ、そういえばメインチャンネルのフィードバックということで、パンク修理剤の使い方の動画、メインチャンネルの方で紹介したんですけれども、これが、動画で修理したタイヤです。まあもちろん今も空気入っていますが、これのね、中身を皆さん非常に気になってたということで、僕もね、メインチャンネル撮って皆さんのコメントもらって、あ、全然中身の確認してなかったなということを、思い出しましたので、まあ、こういったものはメインチャンネルでやってもいい、あ、メインチャンネルじゃない、サブチャンネルでやっていってもいいんじゃないかなということで、メインとサブ、この両方を見ることで、よりうちのチャンネルというか森本モーターズのチャンネルを知ることができるというふうにしていこうと思ってますので、これタイヤの中身、サブチャンネル、こっちの方で紹介していきたいと思います。4日ぐらい放置していて気づいたんですけれども、動画撮影した時は白い液がブクブクブクと、のパンク修理剤ですね、この穴から出てきていたんですけれども、今見たらもう透明ですね。で、別にベタつきもないし、サラサラです。こんな風になるんですね。これは、僕は知らなかったですね。じゃあちょっとタイヤをバラしてみようかな。バラす工程は、まあ、別にいらないですよね。はい、タイヤを取り外ししてみたんですけれども、こんな感じで、パンク修理剤ありますね。これ見えますか。これね、白い液体がたくさんついてます。タイヤの方にはこれですね、これもう牛乳のように修理剤が溜まってますが、結構サラサラな感じだけども、こうやって指でグリグリグリっとするとちょっと固まるのかな、なんかそんな感じはあります。で、ホイールの方はちょっと掃除をしてみたんですけれども、この白い、パンク修理剤はウエスで簡単に拭き取ることができました。で、こう触った感じ、そのベタベタが残るのかっていうと、なんかあんまりわからないですね。もうちょっとパーツクリーナーでさーっと拭いといてもいいかもしれません。ただ今僕が触った感じ、なんか もっとベタベタ残るのかなと思ったら残ってないですね。比較的取り除くのは簡単でした。で、タイヤの方もこの縁の部分を拭き取ったんですけれども、別に残ってないような。一応拭き取ってパーツクリーナーでヒュッと拭いたんですけれども、特にベタつく感じはないとは思います。ただ今回は手でタイヤをくるくる回した程度なので、もしかしたらこれは装着して、車に装着して普通に走行してしまうと、ちょっと熱を持ってもしかしたらもっと固まるのかもしれませんが、どうなんでしょうか。これはちょっとね、よくわかんないです。ただ思ったよりベタつかない、時間放置してもベタついてないっていうのが感じますね。はい、というわけでパンク修理剤を注入したタイヤの中身見ていただいたんですけれども、まあ、ちょっとね、僕が予想していた感じではなかったですね。割とシャバシャバで拭き取ってしまうと結構綺麗に取れてしまったというのがあります。ただあのタイヤは、タイヤに取り付けて走行していないわけなんですね。僕が、まあ、メインチャンネル見ていただいた方はわかると思うんですけれども、僕が注入して手でくる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 回しただけなんで、そのせいでいまいち固まってなかったのかもしれません。ちょっとわかんないんですが、
もしかしたらあれをタイヤ、車につけてしばらく走行するともうベターっと固まってしまうのかもしれません。それはタイヤの熱なのか、この遠心力の働くかき混ぜる力で、固まるか分かりませんけれども、ちょっとねその真意が分からなかったっていうのはちょっとね僕もいまいち検証不足なところあったんですけれども、ただコメントとか見る限りはやっぱり皆さんパンク修理剤を使った後は中身がベタベタになってしまって、それを取り除くのに結構往生してしまうという意見をいただきました。でそれは僕もですね、その話はこのパンク修理剤実際に使う以前に聞いたことがあったんで、まあやっぱりそうなんだろうなと思います。なのでパンク修理剤っていうのはやっぱり最終手段で使うものなのかなと思います。どうしても、まあ、例えば JAF が呼べなかったりとか、ね、携帯電話でつながらなくてちょっと助けを呼べないとか、そういったもうどうしようもない時に使うっていうのはまあありだと思います。ただ、こういった掃除とかが面倒になるとか、なんか再利用できなくなる可能性もありますので、そういった時は、まあ、JAF を呼ぶとか、近所の車屋さんを呼ぶとかいう手段を取る方がいいかもしれませんね。無理に使用するんじゃなくて。ただそうなってくると結局スペアタイヤ最強説は出てきますよね。そうなってくると、スペアタイヤであればもし自分で交換できるんであれば、交換すれば済むことです。でなおかつ、パンク修理剤だと大きな穴にはやっぱり対応できないと思います。まあ液体ですからね、あんまり大きなボコッと穴が開いてしまうとそこを埋めるだけの、その力は絶対ないはずなんですね。パンク修理剤とかこうグイグイグイと詰め込むタイプのやつだとある程度の大きさまではいけるんですね。まあ実際その修理剤というのはなんていうかな、ゴムじゃないけども、こういったこのなんか棒状のものを突っ込むわけなんで、物理的に塞ぐわけなんで、まあやっぱそっちの方が強いんじゃないかなというのはわかりますし、でスペアタイヤであれば、スペアタイヤというかパンク修理剤だったらもうバサッと切れた傷だったらもう絶対防ぎようがありませんので、大きな穴、切り傷、そういった時のためにスペアタイヤ、これがやっぱりあった方が安心だなとは思います。これはまあ前も言ったんですけれども、やっぱりそのね、なんだ、道が悪いところとかで、うちの近所だと結構ね、山の方、林道行くと落石があってですね、こうね石が落ちてるんですけれども、その石がもう本当ナイフのように尖っている、ああいうのはなんてな何岩って言うんですかねなんたれ石とは言うんですけれども、そういったのでプスッと切ってしまう傷をよく見ますんで、やっぱりそういった時のためにスペアタイヤを積んだ方がいいのかなと思います。で自分でタイヤ交換できる人、もちろんこの動画を見ている方でもいらっしゃると思います。そういった方だったらもうやっぱり自分で交換した方が早いわっていうのは、確かだと思いますんで、スペアタイヤ、あってもいいんじゃないかなと思います。で、今の車だとですね、スペアタイヤがオプションで選べる場合もあります。うちが乗っている C26 のセレナは、スペアタイヤの設定がありました。なのでスペアタイヤを注文すれば、注文とかあれはオプションかな、オプションでスペアタイヤを選択することができたんだと思います。ただうちはちょっと選択しなかったんで、後々、スペアタイヤのこうタイヤとこのタイヤを吊る金具、ああいったもの一式を注文すること後でも一応できますが、後で注文すると結構ね値段が高かったですね。多分やっぱ最初にオプションで付けておく方が安くはなるんだと思います。で、他にもコメントを見るとですね、やっぱりそもそも設定がないというのもありますんで、まあ、このあたりは難しいですね。なんでやっぱりロードサービスにね、自分で交換できないんであれ、自分で交換できないというか、もうやっぱりタイヤ持っていけないんであれば、ロードサービスとか、なんだ、JAF とかね、ああいったものに加入しておいて、もしもの時のために備えておくということをしておかないと、まあ仕方ないのかなとは思いますね。今日は早速、スズキのクランクプーリボルトの、リコールしました。1台しました。これですね。これがもう古い方というか、交換したボルトです。で、まあ、この交換方法は別にボルトを入れ替えるだけなんで簡単なんですけれども、その、なんかね、容量証というかね、そういうのを見ると、まず、ボルトを取り外しする前に、ボルトが緩んでないかどうかを点検して、もし緩んでいたら、クランクプーリーですね。
プーリーの方も点検するとありました。で、プーリーに亀裂が入っていたら、そのプーリーも交換する。で、クランクシャフトだったかな、シャフトとかそっち相手側にも損傷がある場合は、対処していくというふうにあったんですけれども、まあ、あの鈴木の方とも話したんですが、まずそのプーリーが割れているっていうことはないということでした。つまりそのこのボルトがね緩んでいるってことはまずないだろうということなんで、ほとんどがこのボルトの交換で、対処できるということでした。まあですけどね、まあ絶対あのそのプーリーのボルトが緩んでいないとは言い切れないんで、もちろんね点検していきますけれども、まあそういった、今回はリコールの内容でしたね。前の Vlog で紹介していたタントの、鹿と衝突したタントですね、それの、修理を進めているんですけれども、バンパーがですね同じ色、白色ですねの中古品がなかったんですよ。で、まあ、かといって新品頼むとめちゃめちゃ高くなってしまうので、こうね、ちょっとね僕もあんまり分からってなかったんですけれども、リビルトバンパーというのが、あるらしくて、でもう取ったんですけれども、これねリビルトバンパーって書いてありますよね。これはものとしてはサフ吹いた状態みたいな感じですね。あとはもう色を塗るだけというものになってます。これをですねちょっと使っていこうと思います。例えば色違いのバンパーを、まあ、色違いのバンパーはあったんですよ。ただ色違いのバンパーだとその色を除いて新しいのを拭く必要があるじゃないですか。この取り除く手間を省くんだったら、このリビルトされた色がないバンパーですね、色なしのバンパーを、取っておいた方が、次はもう色を塗るだけでいいですからね、白色なんで手間が省けるということで、まあ、こちらのバンパーにしてみました。これはうちは取ったこと初めて取るんじゃないかな、このリビルトバンパーって。新品で色なしっていうのは ありますけれども、このリビルトバンパーっていうのは初めて取りますね。まあ、ちょっとね、中も見て試していきたいと思います。これで少々安く済めばいいんですけれどね。ちなみに、前紹介していなかったんですよね、これ損傷したバンパーですね、ちぎれてしまっています。ちぎれてへこんでしまってますね。なんでもうこれはね、交換しておかないと仕方ないということですね。これ血かなこれ血液、鹿の血かもしれませんね。ちょっとねこんな風な感じになっております。はい、今14時14分、ファイネスを見ようと思ったらちょっとアクセスができないという、これはちょっと今までなかったんじゃないでしょうか。うん、これはちょっとなんかトラブルがあったのかな。まあちょっとね見たかったんですけどね、整備要領書、まあこれは仕方ないです。ちょっとね待ちます。もしかしたら今日は繋がらない可能性もありますね、これ。はい、というわけで今日の Vlog 以上となります。で、まあ、ずっとですね、コロナだったりとか、梅雨の雨でですね体調を崩す、人が多いと聞きます。まあ、実際僕もなんかね4連休休んだんですけれども、なんかね体調の方がなんか微妙な感じで、いまいち休めてない感じはしたんですけれども、まあ皆さんもですね、体調の方気をつけて、梅雨乗り切っていきましょう。もうすぐいつ梅雨明けるんでしょうかね。もうすぐ梅雨明けてもいいんですけれども、まだ天気予報見る限りなんかあんまりいまいち明ける気配がないので、もしかしたら今年は長く8月頃まで、梅雨が続くという噂もあるので、体調崩さずですね行きたいと思います。はい、というわけで今日の Vlog 以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。